おしゃべり本棚この時間は福岡の RKB 毎日放送のアナウンサーによる朗読をお送りします小川未明作。 アパートで聞いた話そのおじさんはいつも考え込んでいるような優しい人でした少年はその人の部屋へ行きました何かお話をしてくださいませんかと頼みましたどんな話かねとおじさんは聞きました どんな話でもいいのです」と少年が言うとおじさんは次のような話をしてくれたのです二三日前の新聞にあったが町の中央へビルディングができるので地を深く掘り下げていると動物の骨が出てきたそれを学者が調べて およそ二万年も前の人間の骨でまだ若い二十歳前後の女らしいが多分波に漂って岸に死体がついたものだろうこの町のあるところが当時は海岸であったのがわかるというのだこの記事を見て 私は考えさせられた。山和族よりもっと先に住んでいた民族であろう。そのような遠い昔から人類には悲しみや不幸というものがつきまとっていたのを知ったからだ。いかなる災難か、また悩みからで その女は死んだのであるが若い身でありながら人生の喜びも楽しみも十分知らずして死んでしまったのだ。幾十世紀かの間には海が陸となったりまた陸が海になったりして驚くような事実があるに違いないが それよりも人間の命の儚さというものをより強く感じられる。そしていつの世でも一生を無事幸福に生きるということは容易のことでないらしい。このアパートの下の部屋にいる娘さんをごらん。勤めに出るときはお化粧をして。 その風が立派なので、人目には生き生きとして美しく映るので、さぞ愉快な日を送っているだろうと思うけれど、家へ帰って仕事をする時の姿を見ると、疲れて顔色が青白いじゃないか。母親が病気で長く寝ていては、自分は気分が悪いからとて、 休むことさえできないのだ。ゆうべもこの窓から大空を眺めると、数えきれないほどのたくさんな星の群れだ。それらの星が思い思い美しく光っている。なんとなく見ていてうらやましい。 おそらく永久に夜ごとこうして散乱として輝くことだろう。それだのに人間だけはどうしてこんなに儚いのだ。私は思った。人間には自らを守り相手を尊ぶという 美しい道があったのを忘れたからである。それで破滅を急ぐような自殺をしたり、戦争を起こしたりするのだ。自然界に法則があれば、人間界にも法則がある。どの星を見ても、誇らしげに。 また安らけく輝くのは天体の法則を守るからだ。もし星が軌道を誤つなら瞬間にして砕けて散ってしまったろう。おじさんは星を見るのが好きですかと少年は聞きました。私は子供の時分 星空を見るのが何より好きだった。神様の描いた絵でも見るようで、いろいろ不思議な空想にふけったものだ。どうもありがとうございましたと、少年はおじさんの部屋を出ました。次に少年は、 元気なほがらかな青年に話を聞こうと思いました。お兄さん、何か話をしてください、と頼みました。どんな話だいと不意に言われたので彼は驚いて少年の顔を見ました。何かためになるような、と少年が言うと、青年はうなずきながら、それなら、 感心したことがあるよ。それを聞いてもらおうか、と前置きして。この間、賑やかな街の通りを歩いたんだ。狭い往来を自転車が走り、自動車が通り、時々道幅いっぱいのトラックが行く。その上、人間でごった返していた。 実際どこもかしこも人間ばかりだという感じがした。両側の店では互いに同じような品物を並べて競争をし合っている。どこを見てもただ自分だけは生きなければならぬと焦っているので少しものんびりとしたところがない。もしお互いに気持ちを変えて 生活を新しく出直してもしなければ、人間は死ぬまで、この苦しみを続けなければならぬだろうと恐ろしくなったよ。しかし、お兄さんはいつも愉快そうに見えるがな、と少年は言いました。なぜなら、頭はきれいに分けているし、靴はピカピカ光っているし、 口笛など吹いて歩くし、どこにも苦労なんかなさそうだからでした。そんなに僕が見えるかいと青年は笑って話の後を続けました。それは僕もたまにはダンスをやるし、映画やスポーツを見にも行くさ。何しろ行き詰まるような世の中だもの。 それくらいは仕方がないだろう。だが、そんなことしたって、何にもならないよ。ただ、憂鬱を感じるばかりだ。ところが、本当に考えさせられることがあった。街を歩いていた時だ。突然頭の上の拡声器から、女の声ががなり始めて、 夏物の投げ売り宣伝や、駅前に喫茶店が開業した広告や、その他うるさくさえ思ったのを、何町何丁目の靴店では皆様に良い品をお安くサービスしますと言ったので、僕は早速その店へ行ってみる気になった。それほど靴が必要に迫られていたのだ。すると、 確かに他の店よりは良い品物が安く買えるので求めたのである。自説柄皆様の身にもなってみまして、手前どもは食べていければいいという精神でご奉公しています、と主人は言った。今時こんな考えを持つものがあろうかと、なんだか嘘のような気がしたけれど、無情に嬉しかった。 そして、急に、この世の中が明るくなったようで、希望が持てたんである。たとえ、食うために、身を機械にしてアナウンスしても、あの女までがいい仕事をしているように見えて、僕は自分を恥ずかしく思ったのだ。 お兄さん、すると、自分のことばかり考えず、他人のことも思うなら、この世の中は明るくなるんですね。と、少年は聞きました。それも、一人や二人ではダメだ。道を歩く者、電車に乗る者、メ名が職場を持っている。 そして社会と関係のない仕事というものはないのだからみんながその気になればいいと思うんだよ。二人の話を聞いてその日から少年にアパートの人々を見直す気が起こったのでした。 た